本日2つ目の秘境駅、北一庵駅に到着。午前中よりも雨風ともに強まっている感じがします。まあこんな旅もよしとしましょう。駅の周りは一面の田園風景、人里離れたという雰囲気ではありませんが、この生活の中にポツンと取り残されているような佇まいも秘境駅の一つのスタイルなのでしょう。このトタン板で周りを囲われてしまっている建物が駅舎でしょうか。何か違和感すら覚えます。雨の中だと灰色の壁が余計に重苦しく見えてきます。やっぱり北一庵駅の駅舎です。なかなか読みにくい駅名ですよね。北一庵駅は昭和30年7月に開業しました。しかしそれ以上にこの待合室がやけに古く感じるのはなぜでしょうか。昭和30年代ってこんなに遠いものでしたっけ。誰も入ってこない待合室はドアを閉めれば風の音すらしない全くの無音の世界です。一枚の写真が使われなくなった荷物の受け渡し窓口に置かれていました。写っていたのは昔の駅舎の姿でした。意外と可愛かったんですね。実はこの駅舎、もう使われなくなった他の駅から持ってきたもの。つまり北一庵駅が誕生する以前の建物だそうです。この場所に引っ越してくるよりもさらに前から別の区間で働いていた木造駅舎、やっぱりいい顔してます。相変わらず風は強く、天気は刻々と移り変わります。現在の北一庵駅の1日の利用客は平均1人未満と発表されています。それでも列車は定刻になると必ず迎えに来てくれます。鉄道の駅とは信頼性の高い公共の交通手段の要なのです。